みんな悪いことしたことないんですか？はい、始まりました。水色赤の秋人です。水色赤のミチルです。何今の？ん？今のセリフ。みんな悪いことしたことないんですか？うんうん、それは小学生とかに言う、先生が言う、なんかあれ。うん、今日はな、うん、名台詞を言うコーナー。いや、違うわ。違うでしょ。映画紹介。うん、今日は映画紹介。映画紹介で、うん、もし、あるんだったらよ、うん。あるんだったら、その映画にまつわる名台詞みたいなのから入りましょうっていう話やん。うん。だから見てる。ね、うん。言ったが。うん、みんな悪いことしたことないんですか？うん。ドキってやつか。ドキッとした？悪いことってレベルがあると思うけど。うん。まあな。うん。でも悪いことは悪いことじゃけんな。まあな。うん。こんな映画今日は。はいはい。そのドキッとする映画ね。はい。うん、題名な。うん。日本で一番悪い奴ら。ほうほうほう。っていう映画、うん、これ見てるもんな。 3,4 回見たことあるんだけど、結構見たな。うん、結構好きなんで。あ、そうなんだ。うん、見てるにしては、うん、この水らかにしては結構新しい映画だろこれは。まあ多分この映画はな、うん、2016年に出た映画なんだって。うんうん。でな、原作があるんよな。うん、原作はな、稲葉さんっていう人がおるんよ。ビーズじゃないんだよな。いや、あのな、稲葉さんっていう名字を聞いたら全員が全員ビーズだと思うと思うなよ。ビーズじゃないんだよ。うん、原作は稲葉義明さんっていう人による、うん、恥さらし、北海道警、悪徳刑事の告白っていう本なんよな。うんうん、でこれを、映画化した、うん、映画なんよ。主演、綾野剛がしょる。はい。ちょっと前に話題の。話題のね。うん。もちろん、綾野剛大好き。うんうん。ゴー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 ！パーフェクトヒューマン。何それ？憑依型みたいな俳優よな。うん。面白い。うん、まあ、その人が主演をしたんだけど、うん、これな、うん、本当にあった話なんよ。うん。本当にあった話を映画、まあ、本で書いて、本人が、うん。うん。で、それを映画化したんよ。本人が書いたん？本人が書いたんよ。本人っていうのは、その、この映画でいう綾野剛を演じる。あ、そうなんじゃ、うん。じゃあもう本人が書いたからもうノンフィクションであると。そうじゃね。完全なる。うん。この話な、知っとる人多いと思うけどな。うん、日本で一番悪い奴らって、うん。監督はな、うん、白石和真由。は？そんな人おらん。これ、なんて。和也や。和也って言うんじゃ。和也だろうが。和真由かと思った。うん。ああ、この監督ね、なんか名作いっぱい出しとるね。うん。見てる、この人のな、うん、今調べたんだけど、ウィキペディアで。うん、映画、うん、いっぱい見とるやつあるわ。何見たん？ほんとな、映画だったら、まあ、ここに書いてあるやつだけじゃけど、凶悪っていうやつも見たし、彼女がその名を知らない鳥たちっていうのも見たし、うん、これめっちゃ面白かった。で、孤独の地？孤高か。うん。孤老？孤老の地？わからんけど。うん、なんかわからんけど、うん、それも見たし、うん、タコ町っていうのも見たし。タコ町？なぎじゃねえか。なぎなんじゃ。うん、何マット？タコかと思った。釣り人か。違う、そのタコじゃなくて空のタコ。あ、それとタコな？なぎ町だった。タコかと思った。これも見たし、うん、あとドラマだったら、人間昆虫記とか、まあ、これ、手塚治虫。あー、井浦新のやつ？うん、多分ね。うーん。なんかよくわからんけど、結構見とんじゃないの？あ、うん。あー、仮面ライダーブラックさんやるやん。それしあ、これいいわ。あとでちょっと、時間が余ったら話そう。うん。まあ、そういう、白石。うん。和眉？カズヤ。カズヤさんっていう監督さん、うん、が作っとんだって、うん。この映画とっても面白かった。でな、何が面白かったかと言ったらな、日本で一番悪い奴らは、誰、なんて言えばいいん、何言えばいいん、あらすじ言えばいいの、
魔女。あの、それは好きなように。じゃあな、うん、ウィキペディアからあらすじを読むな。うん、はいよ。この主人公、諸星は、うん。稲葉さんじゃなかったの？もう名前書いてない。和名じゃないの？偽名？偽名。わかる。仮名か。仮名。うん。諸星は、大学時代に鍛えた柔道の腕前を買われて、北海道警の刑事になったんじゃ。はいはい、とりあえずまあ、じゃあ始まりは、主人公が北海道の警察になったんね。うん、はい。で、諸星は、強い正義感を持ち合わせているが、うん、なかなかうだつが上がらない。うん、そんな中、先輩刑事の村井、これピエール滝がしょったわ。はいはいはい。ハマり役だった。うんうん。村井から、刑事は点数。点数を稼ぐには、裏社会に飛び込み、S、これはスパイのことな。うんうん。スパイを作れって言われたんよ。教えられたんよな。うん。それで、暴力団と密接な関係を持ちながら、うん、上司から難題を次々と、こう言われるんじゃけど、うん、それもこう、解決っていうか、まあ、果たしていくんよな。ああ、その、この、その、ヤクザにスパイに入ってってこと？うん、うん。ヤクザとかは、なんでもいいよ。うん。違う、そういう意味じゃない。スパイってそういう意味じゃないの。え？どういう意味じゃ？自分の S を作れってこと。自分の S を作れ。うん。S ってスパイのことなんだけど。だから、内通者を作れって意味だろ？そうそう、内通者、うん、内通者、うんうん。で、そういうの。で、それで情報を聞き出したりとかして、うんうん、その悪い組織とかに情報を聞き出したりとかして、それを捜査に生かしたりせえっていうことね。うん。やがて、うん、裏社会のスパイと共に悪事に手を染めていくって書いてあるわ。うん、はい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 。なるほどね。まぁ、あ、ちょっとそういうパターンだな。うん。うん。これな、面白かった。とっても面白かった。うん。おすすめ。うん。見てみればどうでしょうか？終わり？何が面白かったか言わなきゃいけんのか。いや、それはもう任せるけど。うん、終わり？あらすじ紹介。あらすじ紹介。何が面白かったかと言ったらな、うん、なんかな、まあ、うん、まあお話がもうそもそも面白いんだけど、うん、見てるこういうな、本当にあった話とかって結構好きなんよな。本当にあった事件とか。うんうん。あ、そうそうそう。本当にあった事件だろ？うん。じゃあその本当にあった事件が何なのかっていうのを話してくれんと、あ、悪事に手を染めちゃったのね、ちゃんちゃんで終わりが。そっか。終わりよ。じゃあな、うん、これな、めっちゃ忠実に映画化しとんだって。うんうん、本をな、うん、その、稲葉さんっていう、うん、諸星イコール稲葉さんと思ってよ。はいはい、うん、イコール綾野剛だと思ってよ、うん、はい。全部一緒の人なんだけど、うん、めちゃくちゃ忠実に書いてあるんだって。うん、本のままに。うんうん、ほぼな。うん、もちろんこの映画を見た後で調べて知ったんだけど、うん、なんかあ、全部本当にあったことなんかと思って。うん、でな、うん、うん、稲葉さんっていう人が何をしたかと言ったら、うん、まあ、まず、柔道が強いけん、警察に入ったんよな。うん、で、まあ、警察ってな、あの、柔道とか剣道とかが強い人を、スカウトして、警察に入れたりするじゃないか。あ、そうなんじゃ。うん、そういうの知らない？なんか聞いたことはあるけど、うん、あれは警察に入って学ぶんじゃなくって、もともと強い人。もともと強い人が入るんか。そうそう。はいはいはい。そういう人がちょっと、スパイされるんよ。スパイじゃなくて、なんていうの？スカウト？スカウト。うん、S な、うん。S されるんよ。はいはい、で、まず、まあ、警察になりました。うん、で、まあ、警察になってからも、その、その警察の団体戦とかで、優勝とか、準優勝とかしとんよ、まあ。あ、柔道のね。うん。で、まあ、そこで手柄があったけど、うん、まあ、普通に警察の仕事は、なかなかうまくいかんかったんな。うん。だけど、先輩から、今見て何の話しよん？映画の話しよん？映画の、いや、知らん。映画の話じゃなかった。映画の話だけど、本人の話しよんだろう。いや、でも、中時中じゃけん、映画の話でええんか。うん、どっちでもいいと思う。うん。どっちでもええぞ。とりあえず、この映画の魅力を紹介できればいいわけだけん。うん。うん。嘘じゃなければ何でもいいんよ。魅力は、うん、なんかな。いやいやいや、話飛ばさんといて。うん。さっきの続き言って。うん。だけど、先輩から、
まあそう、S を作れ、スパイを作れ、内通者を作れと言われたことから、うん、もう、そっちに一生懸命になって、うん、今までの、あの、もともと多分な、見てるわ、この人すっごい真面目な性格だと思うよ。うん、だからこそ、真面目に、この、自分のスパイを作るぞ、スパイを作るぞって一生懸命、うん、これ沖縄の話なんだけど、沖縄じゃないな。北海道。北海道な。真逆だね。うん。真逆だった。北海道の街を練り歩いて、もういろんな人に名刺をバンバン配って、うん、で、自分の名前をとりあえず覚えてもらって、うん、なんかあったら俺に連絡してこいよ、なんかあったら俺に連絡してこいって言って、うん、もうバンバン配りまくったん、夜の街とか、うん、その辺に歩きおるチンピラとかヤクザとかにも、バンバン配りまくって、うん。で、そしたら、まあ電話かかってくるようになってきたんよ、うん。なんか困ったことがあったら俺に電話してこいよとかって言うもんじゃけん、うん、まあ困った人とか、あそこでこんなことがありましたとかいうのを電話してくるようになってきて、でどんどんなこう顔がでかくなるんよな。顔がでかくなる。なあ言うかそういうの。太ってくる。違う。顔が広くなるんだよ、ね。あ、広くなるんか。顔でっかくなったら太っただけだけど。あ、そっか。顔が広くなってくるよ街の中で。うんうん、でどこに行ってもこう、あ、諸星さん。こんばんはとか、うん、お疲れ様ですとかこう言われるわけよ、うん、だんだんちょっと英気になっていくわけよな、うん、でヤクザとかにも関わっていくわけじゃけん、うん、ちょっとあの見た目もヤクザ風になっていくよ警察官なのに、うん、ほいで、うん、そういうな、うん、で悪事に手を染めていくと言いたいわけね、うん、ねえみちる、もう15分経っとんだけどさ、うん、さっきからあらすじの触りの部分を繰り返しただけなんだけど、2、3回。そうな。うん。俺は、こう言ったよね。うん。どんな、実際の事件があったのかを説明してくださいって言ったよね。うん。実際あった事件はこうだ。はい。な。うん。多分な、あの頃、うん、これ本当にあった話じゃけん。うん。あの時代って、うん。稲葉事件っていう事件があったんよ。うん。その事件の映画や。うん。じゃあ、だからその稲葉事件っていうのを教えてくださいと。任しとけ。はい。稲葉事件はな、うん、2002年に、北海道警察の、生活安全特別捜査隊。班長。である、稲葉義明警部、当時な。うん。が覚醒剤取締法違反容疑と、うん、重法覚醒剤取締違反容疑と、うんうん、銃とか刀とかなんかさ武器持っとったってことね、うん、はいはい、それで逮捕されたんよ、はい、それで有罪判決を受けた、そういう事件があったんよ本当に、うんうん、で、まあ、現役の刑事が覚醒剤して銃を、うん、まあ必要以上に持っとったということで捕まったんだけど、この事件のことが書いてあるんだよな。この事件ので捕まった人のなぜそうなったみたいな警察になってからのことが書いてある映画。ああ、だから、うん、本編は、うん、そのどうやって、うん、そうなんていうかな悪い道に進んでいったかとか、うん、でこのその覚醒剤とか、うん、そういうのを、うん、どういう風に所持していった、どういう風に裏社会と繋がっていった、うん、っていう話をがメインなわけね。そう。はい。これめちゃくちゃ面白かった。うん、あ、魅力をじゃあ伝えてもらいましょうか。魅力？うん。うん、なんかな、落ちていく人間の様が、うん、非常に面白かった、むしろは、うん。うん。なんか、最初は、普通に真面目に頑張ろう頑張ろうとして生きていくんだけど、こう真面目がゆえ、うん、変なとこまで真面目にしてしまって、うん、とか、あとなんて言うんだろうな、周りが変われば自分も変わるよみたいな、うん、周りがヤクザばっかりになったら自分もちょっとそういうちょっと風貌になっていったり、うん、最初はそんな人じゃなかったと思うんだけどな、うん、なんかそういうこの人の変わり移り具合が面白かったり、うん、あと周りにおる人もこの人がすごい警察官だ、なんかちょうどな日本に拳銃がめちゃくちゃ流行った時代があったんよ、うん、発砲事件が多かった時代があったんよ、うん、で多分
これ北海道の話じゃけん、うん、ロシアとかから鉄砲買って、はい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 、密輸されて、うん、でそういうのが日本に渡ってきて、うん、まあ、ヤクザ間でもこうドンパチし合った時代があったじゃないか。確か。そうなんだ。うん、大昔ね。うん、あったじゃないかって言っても大昔だったら知らんわ。大昔って言ってももう多分生まれとったけどな。あ、生まれとったけど、うん、1980何年か90何年ぐらいにな、うんうん、そういうのがあったんよ、うん、だから警察の中でも、うん、拳銃をとりあえず持っとる人を捕まえろみたいな、うんうん、いう時代があったんよ、うんうん、拳銃をとりあえずあげろ、うん、で鉄砲を持っとる人とその持っとる犯人もセットで逮捕しろみたいな、うん、そう検挙しろみたいなやつが流行った時代があったんよ。流行りなんそれ。うん、うんうん、まあまあそのいっぱいそういう事件があるけん、どん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 そういうのを捕まえてこいみたいな。そう、香川県があの交通事故がすげえ多いけん、うん、違反者相当取り締まれみたいなもんか。そうそう、うん、で点数もあるよな、うん、でまあみんな知っとろうけど、うん、あの警察って点数があって、その点数を稼ぐために、うん、年末とかになったら、うん、な、うん、あの違反者いっぱい捕まえるとかあるから、あの交通違反の、うん、ああ点数のためなんね、あれ。そう、うん、でそういうのが本当に、上の方のあの刑事とかにもあるんだって。うんうん、鉄砲持ってる人捕まえたら10点とか、麻薬だったりコカインとか、うん、8点とか、うん、タイマー5点とか、うん、まあやっぱりあれか、そういう点数というか、なんていうの、出来高制というか、うん、そういうのがないと、うん、やっぱり頑張らんけんみんな。そう、まあ、一応ノルマみたいなやつがあるんだって、うんうん、でそれでみんな頑張って言えよったんだけど、うん、まあその時代はその、うん、鉄砲が流行ったもんじゃけん、どこの日本中探しょんよな、みんな警察官は鉄砲、うん、で何が言いたかったん、めんちゃら。何が言いたかったん。あ、で、うん、例えばじゃあこの人がすごくそういう検挙してくるってなったら、うん、やっぱりみんなかっこいいスターだねってなるが、エースだね、うん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 、何々かのエースだねってなるが、うん、そしたら周りの人間はすごいその人をよいしょしたりとかするんよ、うん、なのにその人がこうちょっと落ちこぼれていったら、周りの人とかはしょうもねえなこいつみたいな目で見たりとかするんよ。なんか営業のサラリーマンみたいだな。そうだな、まあもちろんそういう人間の心の移り変わりとかも面白かった。ああ、そうね、そうそう、そういうこと、そういうこと、うん、なんかはい、ただ実際の事件を、うん、なんかやりましたよじゃなくって、うん、こういうところもちゃんと描いとって面白いとか、うん、そういうのね。そうそう、じゃけん見てる、そうやって夜がな、夜けどうまくお前が言えてないけん誘導してやっとんだろうが、そういうところが面白かった、見てる、うんうん、そしてあとは、うん、なんていうんだろうな、警察官だったのに麻薬に溺れていく時のあの綾野剛の目ん玉が面白かった。お、演技力が素晴らしい。うん、素晴らしかったね、うんうん、あの演技力、うんうん、こうってなるんよ、こうってこうってなるんよ顔が、うん、めっちゃ面白かった、うんうん、すっごく面白かったんで、うんうん、ってな、うん、このこれ本当にあった事件じゃけん、日本で一番悪い奴らっていう題名なんだけど、うん、誰が悪いんかなって考えても、いや警察って怖いなと思って裏で、うん、もうヤクザともバンバン繋がっとるし、うん、まあそれだけじゃないよ、もうまあ警察、まあね、うん、うん、なんか本当に悪いことばっかりしとったで、うん、あ、なんかそういう闇の話してくれるん、せんな、あ、せん、やめとこう、うん、闇の話はせんけど悪いことばっかりしとった、うん、特に、うん、もう上の方の人とか、うん、悪いことばっかりしとった、うん、でもうな、な、うん、拳銃をあげるためだったら、うん、日本中に薬をばらまきょったわ、うん、あ、それは映画の話？いや本当の話でもある。ああ、はい、まあなんかまあそれをまああのちょっとオブラートに包みつつね、はい、うん、はい、なんと、これは本当の話なんだけど、うん、なんと、うん、この稲葉さん、うん、まあ諸星、うん、綾野剛、うん、
あ、今映画の話に戻った。はい。ちょっと分からんくなる。実際の話をしようか、映画の話をしようか、うん、聞いた話をしようか、ちょっとあの、なんかこう、分からんくなるね。これ本当の話だけど。はい、本当の話っていうのは、稲葉さんの話じゃない、うん、稲葉、にどっち全部。うん、はい。なんと、うん、日本に、覚醒剤、130キロもばらまいちゃった。はい。稲葉さんが、大麻2トンもばらまいた。はい、お、すごいね、うん。うん。その代わり、拳銃を、この、入れる予定だったんだけど、うん、この、検挙じゃないな。拳銃を、どっかの国から、あげれる予定だったんよ。あげれるって、うん。拳銃をもらって、うん、あ、それで、はい、検挙しましたっていうことにする予定だったってこと？そうそう。うん。だけど、逃げられてしまったんだって。うん。だから結局ばらまいただけになっちゃった。え、それは、麻薬をばらまく代わりに、うん、ばらまくっていうか日本に入れる代わりに、うん、に、うん、自分は警察としての点数のために銃をもらうっていうことね。それはでもな、うん、あの北海道警が全部でしょだよ。北海道警がしょったこと。ああ、いや、最悪やん。うん。うん、そうなんや。やばいやん。うん、つまり警察のおかげで、うん、日本に覚醒剤とかがばらまかれたと、うん、そう。それをなぜか警察が取り締まりよると、うん、頭おかしいやん、うん、そんな事件があったんだって、うん、本当に、うん、でな、うん、稲葉さんってなもう出てきたんよ、うん、刑務所から出てきて、うん、まあ普通に今探偵所んじゃな北海道で。あ、そうなんだ。探偵業所んだって、うん、でな、あのなんかクレイジージャーニーのなんかゴンザレスさんみたいな人おったが、うんうん、あの人のチャンネルにも出とったり、うん、でなんか語るんよな、うん、当時のことをな、うん、あとなんか6年前ぐらいにもどっかのラジオ番組にも出とったわ。うーん、まあ本も書いてるぐらいじゃけん積極的に何があったかとか、うん、まあ言っとんだろうな、うん、でこの映画もほぼもうノンフィクションみたいな感じじゃけん、うん、例えば犯人がおったらその犯人に警察がブワーって手錠かけようと思って群がるが、うん、そしたら警察同士が殴り合って、うん、俺が逮捕するんじゃ俺が逮捕するんじゃ点数稼ぎのためにな、はいはいはい、で犯人そっちのけで警察が喧嘩しようんよ、で犯人はあれって感じやが、うん、それぐらいみんな点数が稼ぎたかった警察は、はいはい、っていう話とかも多分してると思うよ、うん、だから闇だなと思う本当に。なんか、うん、闇だね、うんうん、でもそこまで洗いざらい正直に、うん、こう話して罪まで償った稲葉さんが探偵しとるって、うんうん、ある意味信用できそうじゃな。ある意味なんか何でも解決してくれそうじゃな、うんうん、なんかなかっこいいかったよ風貌が。あ、そうなんだ。結構もうな70何歳ぐらいなんだけど、うん、結構なんかかっこいいおじちゃんみたいな感じなんだけど、うん、まあ悪いことをしたっていう悪いことはしとんだろうけど、うん、まあもちろん真面目な性格がゆえになんかやってしまったことなんかなとも思うんだけどな、うん、あの映画を見よったら、うん、嫌いにはなれんのよな、うん、最悪じゃなとは思えんのよな、うん、だけどな、だから気持ちがわかるんかな、なんかまあなとってもいい映画だったんよな、うん、あ、まあまあまあみちるはなんかあの、うん、いわゆるあれで言うと反違う、そういう人をよく知っとる。ああ、そういう人をよく知っとるね、うん、知っとって昔知っとったっていうね、うん、まあそういう人だから気持ちがわかるんかもしれんね、うん、そう共感できた、うん、共感もできるし、うん、うーん、なんかな、うん、すごい話じゃなと思った、うん、でも、まあ、悪い人じゃなくっても、うん、やっぱ普通に生活しとる人たちも、うん、さ一皮むけば、うん、みたいなとこあるやん。そうね、本当は悪いことしてんだろうみたいな、うん、悪いことというか金を欲しいよねとか、うん、遊びたいよねとか、うん、褒められたいよねとか、うん、あるやんって。でもみんなそれは悪いことだからとか、うん、ね、周りに怒られるからって言ってやってないけどみたいな、うん、そういうことだってあると思うし。そうだな、うん、あとなこの事件、うん、主人公と、うん、主人公の S な、うん、スパイ、うん、が何人かおって、うん、でその上司な、うん、警察の上司、うん、持って、で稲葉さんが、まあ、逮捕されて、
で、その、なんで逮捕されたかって言ったら、自分の S に裏切られたというか、警察に行ったんだって。うん、で、俺、覚醒剤持ってます。で、実は、稲葉さんも持ってます。っていうのを、歌われて。歌われた?歌われた。チクられたみたいな。うんうん、で、まあ、捕まったんな、うん。で、その自分の S は、刑務所の中で自殺したんよ。うんうん、で、自分の上司も、どっかの公衆トイレで首吊って自殺したんよ。うん、つまり全員悪いやつだったね。ん?全員悪いやつだったってこと?なんで上司は首吊ったん?で、北海道警が全部でしょったんよ。ああ、そうかそうか。さっき言ったじゃないか。うん、稲葉さん一人が悪いんじゃないんで、この話は。あ、そうなんだ。うん、あ、そうかそうか。で、税関も悪いんよ。税関も知っとって、麻薬とかを入れとんよ。うんうん、はいはい。むっちゃ悪いやん。事件、うん、これは稲葉さんが悪い話じゃないよ。うん、北海道警の闇でもあるし、うん、日本の警察の闇でもあるし、うん、なんならその税関とか警察だけじゃないよ、うん。めちゃくちゃ大きいところが関わってきてる話なんよ。うん、だから怖いんよ。うんうん、なのに、じゃあその、うん、北海道警より上の人たちとか、うん、それを取り巻いとった、ちょっと国関係の人とかは、うんうん、なんの罪も償ってないと。そう。うん、多分な、うん。なんかな、最初はな、特に最初は、誰もお咎めがなかったらしいんよ。うんうん、じゃけど、どんどん分かっていって。うん、世間に、うん、うん。で、いろいろ、うんうん、この人は懲戒免職とか、うん、この人は脱税とか、うん、脱離とか、うん、離脱とか。うん、まあ、結局分かった。分かった、うん。世間にさえバレなければ何をしてもいいという話だな。ん?いけんかん、そんなことしたら。いや、だからそれをしとったんだろ。で、今度世間にバレていったけん、うん、じゃあその、罰則を、とかってなって刑務所入ったりしたっていう話でしょ?うん。でもな、みちゃうが思うにはな、うん、まあ、これ映画見てない人には何の話か分からんし、その事件を知らん人には何の話か分からんかもしれんけど、うん、その、稲葉さんの上司が自殺したのも、うんうん、稲葉さんの S が刑務所内で自殺しとったのも、うん、殺されたってみちろん思ってしまう。はいはいはい。口封じされた、はい、うんうん、って思ってしまう。あるね、うん、ありえるね、うん。これは映画の中ではそこは、そんなこと言ってない。あ、でも、うん、匂わせとかも、ないと思うし、稲葉さんもそんなことはようらんかったけど、うん、な、全部知っとんよ。S は全部知ってるわけじゃが。うんうん、スパイじゃけん、うん、今まであったことを全部知っとんよ、うん。で、稲葉さんだけが悪いんじゃなくて、もっと上の方の人がいっぱい悪い人がいっぱいおるんで。うん、税関とかまで悪いんで、うん。それを全部知ってるわけじゃが、うん。で、S って普通の街の普通の人なんよ。普通のチンピラみたいな人。うん、が、刑務所に、まあ、捕まって、うん、自分から自首したんだけど、うん、捕まって。で、まあ別に、何人も殺人したわけじゃないし、うん、覚醒剤も所持で捕まっただけじゃけん、すぐ出てこれるわ、うん。どこで何言われるかわからんがん、警察とか、うん、上の方の人は。うんうん、だから、見てるは殺されたんじゃないかなって思ってしまう。まあ、ありえそうだな。うん、で、さすがに、その、稲葉さんも、うん、そこは言えないみたいな。さすがに。でも、稲葉さんはな、うん、稲葉さんも捕まっとるわけじゃん。うんうん、で、ま、これは映画の中ででもそうじゃし、本人も酔ったんだけど、うん、自分が捕まってしまって、うん、自分の S に悪いけん、もうめちゃくちゃ面倒見がいいよ、うん。自分の S のことをすごい可愛がりよったんよ、うん。で、お金とか与えたり、食べさせて、家族を食べさせてあげなきゃいけんなとか、うん。だから自分の貯金を500万ぐらいあるけん、うん、それを下ろして、あの子にこう、与えてくれんかって言ったところ、うん、弁護士にか、こう、面会に来た時に、うん、あ、知らないのって言われて、うん、自殺したよって言われたんだって、うん、で、それを言われてから稲葉さんはもう言おうと思ったんだって、警察の闇を。はいはいはい、はい、で、本を書いたと、うん、本を書いたのは、まあ、出てきてからかもしれんけど、うん、そっからしゃぶり出したって書いてあった、なんかには。はいはいはい、今まではじゃあもうそれってもう、つまりそれがそうやん。その稲葉さんがなぜそこから闇を言おうって言ったかっていうと、うん、もう殺されたっていうのが分かったけんだろ、うん、
かもしれんな。可愛がっとった。うん、まあ、可愛がっとった子に、うん、歌われたんだけど。歌われた喋られた。ちょっとよくわからない。密告されたってことだろ？うん。うん。けん自分も捕まってしまったんじゃが。うん。じゃけど、うん、まあ、殺されたと思ったんじゃないってみたら思ってしまうね。うん。まあ、だってそんな大した罪にならんはずの人が、首くくるってね。うん。うん、でも映画の中では、うまいこと書いてあったよ。あ、そうなんだ。なんとなくね。うん。自分には何もなくなったけん、死んだように書かれとったけど、映画の中ではな。うん。うんだけど、ミチェルはそう思った。いや、あり得ると思うよ。うん。なんか、あんまりこういう話って憶測で しすぎると、うん、ただの陰謀論みたいなさ、うん、風になるけど、うん、やっぱり、変な死に方しとる人とかさ、うん、おるもんなっていう。うん。おるな。うん。あと、いろんな、な、この警察関係、まあそれはヤクザ関係もあるかもしれんけど、うん、こう隠蔽工作みたいなの、うんまあ、小さいのから大きいのまで、例えば大きいのだったらそういうの扱ったようなドキュメンタリー番組とかでも見るし、うん、小さいのだったらさ、うん、やっぱり長年生きてきたらいくつか遭遇することだってあるわけやん。そうだな。それをこう、うん、なんていう総合してみたら、うん、あるなっていうな。そうじゃな、うん。で、今回の事件だって、うん、今回の映画だって、実話で、こんなすげえことやってましたよって、うん、あったわけよな、うん。今ないわけないやんっていう。そうじゃな。うん、なぁ、これ稲葉さん本人も出とんよな、この映画。あ、そうなんじゃ。うん、実は、うん。セリフもないし、ワンシーンなんだけど、うん、出とった。あ、そうなんだ。うん、でも俺なぁ、結構なぁ、うん、映画好きなくせに、うん意外とね、うん、ヤクザもんとか警察もんはね、うん、回避しようよね。ミチェルも。でも見たんだろ、これは。ミチェルはだけ、こうなんか、この人のやつはなんか、この人、この監督。この人って誰？監督ね。監督のやつ。白石和也監督ね。うん。うん。のやつは結構面白い人の凶悪とかも。ああ、面白かったね。うん。あれもなんかちょっとヤクザっぽい感じだけど、うん。でもあれも面白かったな。うん。凶悪とかはさ、映画になる前に、うん、なんかいろんな番組のドキュメンタリーみたいなのとかで俺も見とったけんさ、うん、あの、話はすごいわかりやすかった。そうなんだ。うん。面白いなって思った。もうとにかく面白かった。めっちゃ何回も見た。うん。また見たい。うん。うん。ほいで、稲葉さん、本当に餃子耳だった。餃子耳っていうのは、あれか。あの、柔道とかしおる人とかがなるやつね。そうそう。うん、この映画の中でも、この餃子耳のおかげで、一波乱あるんだけど、うん、本当に餃子耳だった。うんうんうん。本人も。はいはいはい。面白かった。うん。終わり？うん、終わった。うん、まあまあ、でも本当にね、うん、昔のさ、江戸時代とか、うん、ああいう時の警察みたいな、おかっぴき？うん。お奉行さんみたいなのが、こう使うおかっぴきとかって、うん、チンピラだろ、町の。そうなん。うん、おかっぴきって何？あ、S じゃな、うん、スパイやな。そう、 S ね、そうなんよ。だから昔からなんよっていう、それは、うん。で、その方が便利なんよね。うん、悪いやつ捕まえるのには、それは悪いやつが動いてくれた方が、便利なんよっていう、うん。そう。あと悪いやつの気持ちは悪いやつしかわからんけんな。うん、こんなセリフもあったで。うん薬しおる人の情報が知りたいときは、薬しおる人に聞くのが一番だって言った。うん。そうですな。うん。うん。なるほどね。はい。もう、終わり？終わり。まあ、この、白石監督ね。白石監督のやつはまたするかもしれん。あ、そうなん。いや、この監督面白いよね。すごい攻めるというか。うん。で、今度ね、何？仮面ライダーブラックサンやるんだって、この監督で。知らんそれ。仮面ライダーのこと？うん、仮面ライダーね、ブラックサンって言ったら、仮面ライダーブラックっていうのがあって、うん、仮面ライダーシリーズに。うん。それの映画版。今回そのリメイク？リブート？みたいな感じでやるらしいんだけど、うん。このね、仮面ライダーブラック。俺は思い入れがすごいあるんよ。うん。あの、多分ね、俺がこれ幼稚園の時だったかな。うん。か、
もしかしたら小学校上がっとったかもぐらいの時に放送されよったんだけど、うん、もう毎週毎週むちゃくちゃ楽しみにしとったんよ、うん、ついに明日最終回だぞっていう日があったんよ、うん、日曜の朝9時からなんだけど、うん、土曜日にこの仮面ライダーブラックの最終回を見るために、うん、俺はちゃんと早寝をして、うん、次の日ちゃんと9時に間に合うように起きたんよ、うん、テレビつけたんよ、うん、やってないっていうね、うん、なんでこれが後々知るんだけど、うん、昭和天皇が、うん、あの意識不明の重体みたいな、うんになって、うん、で、そのために特別番組かなんかの放送を急に入れやがったんよ、うん、そのせいで俺は最終回を見逃したんよ、うん、で、次の週はなんか予定があって見れんかったんよ、うん、で、その次の週見たら、うん、もう新しい仮面ライダーになっとんよそうなんじゃ、うん、最終回を見逃したっていうのすっごい心に残っとんよ、うん、で、まあこの話長くなるけんじゃあちょっとまあいいけど、仮面ライダーブラックっていうのをこの白石監督が撮るっていうのは、うん、むちゃくちゃ楽しみにしとって俺、うん、なんでかっていうとこの仮面ライダーブラックって、うん、結構ブラックなんよ本当に。何がブラックなん？本当にちょっとなんていうんかな、人間の内面というかをちょっとやってくれるんじゃないかなっていう、うん、なんかこのね、仮面ライダーブラックの魅力はね、すごいいろいろあるね。ちょっとカルトライダーって言われとるぐらいのね。そうなんじゃ。うん。もちろん、表向きは完全懲悪よ。うん。主人公が悪い奴をやっつけるっていう話なんだけど、うん。ちょっと裏に流れる独特の、気持ち悪さ、うん、カルトっぽさとか、うん。第1話とかで、うん。なぜか、わけもなく、宗教団体の行進みたいなのがバーってこう、入ってきたりするんよ。うん。そういう映像とかが。詰め込まれたり、うん、あとなんかすごいバッタの大群がブワーって気持ち悪いぐらい飛び寄る中で、うん、みんなが何も気にせずにご飯とかを食べ寄るシーンとか、うん、ちょっとね気持ち悪いシーンとかをね当時から入れてきよったんよね。うーん、子供の時にあったん？そんなあったんよ。うーん、で、まあ面白かった、終わり方も面白かったらしいよ。そうなんだ。俺最終回見逃して未だに見れてないけん。うん、見ればいいかなんかね。長いんよ仮面ライダーブラック。ビデオレンタルして、俺、ちょっと歳取ってから、見返したんよ、ちょっと、うん。いや、だから最初の方すっごい面白いんよ。うん、でもやっぱ途中から、子供のための完全懲悪になってるけん、うん、ちょっとね、戦って勝つ、戦って勝つ、戦って勝つみたいなエピソードが、増えてくるんだけど、うん、まあ、もう、面白くないだろ、この話。うん、じゃ仮面ライダー全然興味ない。あ、そうよね。うん。いや、でもだから、この白石監督がやるっていうことは、うん、多分本当にブラックなライダーやってくれるんだろうなと、うん、俺は期待しとるんよ。そうなんだ、うん、この俺の好きなというか、こっからね仮面ライダーっていうのはね、うん、開くんよ時代が。こっからね、これでね、もう仮面ライダーの話は他人、ね、としてくれ、うるせえ、見てるじゃなくて、うるせえ、喋らせろ仮面ライダー、おしっこしてくるけん、違う、もう30秒で終わるけん仮面ライダーブラック RX っていう続きがあるんだけど、この後からね、小田切城の仮面ライダー空画かなんかまでね、十何年間ちょっと何がおかしいかわからんけど、カン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 、いやいやいや、あばら折れて痛いんだろ痛いんだ、今あばら折れとんね。分かった、ちょっとじゃあこの話はもう、じゃあ分かった、次回します、何かの時に一人でします、一人でしょうだい。というわけで今日はこんな感じで、うん、世界で一番、日本で一番悪い奴らの紹介。あなたは悪いことしたことないんですか？ドキ。ありがとうございました。